ほとんど同じなんですけど、ちょっとアドバンスで、これまた掴みますね。いい感じで手がこういう向きになるので、あ、死ぬ。ここに、あ、急所があるんで、ここピカッ。あっ、首痛い。男子めっちゃ痛い。めっちゃ痛いよ。めっちゃ痛いって。これはこうやってやってね、この相手の手首がこうなってるとさらにいい感じですね。使う。まあ、普通にいつも通り使う。人差し指で使わずにね、残りの3本で使うと、この人差し指の付け根がいい感じで尖ってくるので、そこをちょうど骨と骨の間ぐらいにくる。あげるんですね。早かったで通ったら、こう、片付けて、まあ、最初は片付けると前が近づく。最初それ慣れて、形をなるべく覚えてきたら、この足軸足でこう回るんじゃなくて、なるべくこう体の重心が回っているように、少し相手をですね、こう来た時にちょっとこう、ここが中心なんで、ここ外なんで、ちょっと相手少しだけ押すぐらいに押すというか、外に抱いていくじゃないと、ここでこうやってやってこう出しちゃう、止まっちゃう。変換しますね。あの、で、これを巻きつけて、はい、入ってるまで片手取りの回転もうくるくる回ってるから回転、ここまで展開してる。で、これ足一回外に出してこう、本当はこう一緒にやりたいんですけど、あの、出してからです。出して、回してしたりして外から出して、外から引く。あんま引っ張ると当てちゃう。このまま、スーッて残った方を見て、後ろを首にかけて。で、これをこのまま後ろ足を出します。で、これ切れますから切っちゃいます。で、これを肘にかかる。あとは後ろへ、後ろへ、今、大変に。でこれをいつもこっちやると正なりなんですけど、これは反対側に。ああ。とりあえずやります。すぐ終わってほしいです。まず避けます。これいつもと。ここまで来たら避けてなかったので。で。これを足開いて、こうくぐる。で、こうするとこうなります。とりあえずここまで来れば、あのドレード。インクマンさん。やっぱり。
こう引っ張っていくと、ギリギリになっちゃう。